続き水報告します。なんじゃい探しいの。各地の海軍基地が何者かによって一斉に攻撃を受け、そのうちの一機は消滅しました。なんじゃと。しかも襲撃に使われたのはおそらくダイナガンではないかと。海軍が管理しとるあれをまた奪われたっちゅうことか。管理者は誰じゃ。そのような報告は受けていません。海軍の管理外のダイナガンじゃぞ。まさかあの島か。オルサリーノを呼び出せ。先ほどから何度も呼びかけているのですが応答がなく、島には革命軍やジェルマ W6 など多数の勢力が集まっているとの情報もあり、おそらくその対処を行っているのか。